たおやかインターネット放送がお送りする風の散歩道の時間です。今回は三重県いなべ市北西町のノールをご紹介します。四季を通じていなべの大地の恵みを楽しむことができるフランス料理をカジュアルに楽しむブラッスリー。今日はランチのメイン、用意しているいなべ牛、こちらをローストして焼いたものを用意します。でオーブンで中まで焼いていきます。全てその社内の野菜は現在は使っているんですけど、日々の取れる野菜とかでも変わってきちゃうんで、毎日同じっていうものは出ない。自社農園、八風農園から届く季節の野菜と、系列店、フライベッカーさんやのドイツパン、そして、桜ポークなど、地元産の素材を丁寧に料理したフレンチを提供しています。昼は、メイン料理を選べる日替わりのリーズナブルなショートコース。夜は、アラカルトで気軽に一杯から、コース料理で特別な日にと、様々なシーンで利用することができます。いなべ牛のロースト。いなべ牛は肉自体に甘みがあってきめが細かい軽やかにとろける味わいは食べた人を幸せな気持ちにしてくれる料理です。系列店のフライベッカーサヤは、ドイツ国家資格のゲゼレを取得したオーナー。自家農園で栽培した小麦で、全粒粉のパンを焼いています。ドイツで、私、最北端のリューベクっていうのを修行したんですけど、基本的にはそこの北の方の北ドイツのパンをメインに置きます。うちの特徴は一応小麦とライ麦を自社で育てていて、八風農園という自社農園があって、そこでいなべで育てて、その麦を石臼でひいて、基本的に全部その挽きたての全粒粉を使ってます。自社農園の八風農園で育てた素材を取り入れたドイツパンが毎日20種類ほど並びます。素材にはできる限りオーガニックのものを使用しています。内わら台ですね。ここの景色がすごい好きで、ここでパンとコーヒーとかお酒も飲めたら最高だなっていうので、ソウルトデッキを出したいなっていうふうに立てていきました。デッキ席や店内でのイートインも可能です。心にも体にも環境にも優しい材料を使って丁寧に本格ドイツパンを作っている本物のドイツパンに出会えるパン屋です。それでは次回もお楽しみに。